またお会いできましたね。大丈夫、きっとうまくいく。心配いりません。年齢を重ねても女性であることを常に意識していきたい。と、これまであまり女性らしさを意識してこなかったんですが、成熟児世代になった今こそ、女性らしさを大切にしていきたいです。 えー、フラメンコだけは続いてます。70歳、80歳になっても付き合える最高の友を見つけられたことがとても嬉しいです。それでは、お先に失礼します。